ソニーの変革はこれからも続くということです。ソニーのミッションのキーワードは感動です。そして感動を作るのは人、感動するのも人です。この3年間は利益成長よりもリカーリング比率の増加などで利益の質を高めることに軸足を置きます。今年度からの3年間において金融分野を除いたベースで2兆円以上の営業キャッシュフローの創出を目指します。設備投資に約1兆円を支出する予定です。このうちの最大項目はイメージセンサー向けです。残る1兆円については戦略投資を最優先としつつ財務体質強化や株主還元にも充当してまいります。本日ムバダラインベストメントカンパニーが主導する投資家グループとムバダラが保有する EMI ミュージックパブリッシングの持ち分すべてにあたる約 60% を取得することで合意に至った旨を発表いたしました。ソニーではビートルズのヒット曲などを含む約230万曲、EMI ミュージックパブリッシングはモータウンの大ヒット曲や数々の映画、テレビで使用された名曲などを含む約210万曲の著作権を保有しています。今回の取引が完了した時点で、当社は名実ともに世界最大の音楽出版会社の一つとなります。音楽出版は収益の安定したリカーリング事業であり、このコンテンツ IP への投資は当社の長期的な成長に向けた重要な布石となると考えております。